コーラルスプリングスはアメリカ合衆国フロリダ州南部ブロワード郡の都市である。公式には1963年7月10日に認可された。フォートローダーデール市からは北西に20マイルの位置にある。2010年国勢調査での人口は12万1696人であり、2000年からは3%増加した。 人口556万4635人の南フロリダ都市圏に属している。コーラルスプリングス市はマスタープランで計画された都市であり、当時はウェスティングハウス社の一部門であるコーラルリッチプロパティーズ、現在の WC コミュニティーズによって主に開発された。市の名前はこの会社が由来であるが、その他のいくつかの市名が検討され否決された後で選定された。 この名前には反して、市内には泉がない。フロリダ州の泉は、中央部や北部では発見されている。1970年代から1990年代にかけて、この歴史の浅い市は、急速に成長し、10年間ごとに3万5千人以上が増加してきた。南フロリダの都市の中でも、市の美観を維持するために考案された厳しい法律のためもあって、 特徴ある雰囲気を持っている。市の効率的財政管理によって、被災の格付けが高く、全体的な住みやすさ、低い犯罪率及び家族向きの方向付けによって、賞賛されている。コーラルスプリングスは計画都市である。1963年に市政を執行する以前、この地域は、ヘンリー・ライアンズが1911年から1939年に、 かけて購入した広さ2万エーカーの湿地の一部だった。1947年に何度かハリケーンによる洪水が起こり、フロリダ州は中部南部洪水制御地区を創出した。コーラルスプリングスの町が建設された地域の大半に運河と堤防が作られた。この土地の水が制御され整地されるとその大半は豆類の農場に使われた。1952年に ライアンズが死んだ後、その遺族は牛の飼育に重点を変えた。第二次世界大戦後、南フロリダに不動産ブームが起こり、土地開発者の興味を引くことになった。コーラルリッチプロパティーズはすでにブロワード軍内で、いくつかの開発を行っており、1961年12月14日に、ライアンズ家から広さ3869エーカーの土地を100万ドルで買収した。 コーラルスプリングス市は1963年7月10日に認可された。新しい都市のために検討された名前には、カランビレッジ、ポンパノスプリングス、クォーターモアなどがあった。1964年までにコーラルリッジ、プロパティーズ社が住民5万人のための都市計画を策定していた。この年7月22日、536区画の 住宅建築用地が初めて売りに出され、総額は160万ドルだった。同年に町を宣伝するために、ランドマークとなる屋根付橋が建設された。1965年、コーラルリッチプロパティーズ社は、ライアン付からさらに6000エーカーの土地を購入した。コーラルスプリングスの総面積は16平方マイルにまで増えた。最初の市政選挙は1967年に、 行われた。地は急速な人口増加に対応して、20世紀最後の30年間に19の公立学校、一つの地域ショッピングセンター及び複数の公園を建設した。1986年にソーグラス・イクスプレスウェイが建設されたことで成長に拍車がかかった。1990年代には博物館や劇場が開館した。2003年には、 住宅用地の完売に達した。また商業用地も完売に大変近くなった。コーラルスプリングス市は伝統的に犯罪率が低かったが、1990年代に重大ギャングの暴力が新聞の見出しになり、喧嘩や殺人が報告された。1995年には暴力も下火になり、市は以前の平和な都市に戻った。二千六年の雑誌。 マネーによる全米で住みたい都市の27位にランクされ、2007年のモーガン・クイット・ノーによる全米で安全な都市評価では第10位に挙げられた。またアメリカズ・プロミスによる若者にとっての都市百傑賞を何度も受賞しており、2008年には3回受賞したグループに入れられた。二千七年、マルコム・ボルドリッジ経営品質賞を受けたが、これは国内の州や自治体の中では、 初めてのことになった。2010年 CNNMONEY.com がアメリカ合衆国で住みたい場所の44位にコーラルスプリングスを挙げた。コーラルスプリングスは北緯26度16分14秒成形80度15分33秒に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局による報告では地域全面積は23.93平方マイルで このうち陸地が22.2平方マイルであり、水域は1.91平方マイル、水域率は8.0%である。北はパークランド、東はココナットクリーク、南東はマーゲートとノースローダーデール、南はタマラックの各地と接している。西はエバーグレーズが広がっている。コーラルスプリングスの運河、コーラルスプリングスはスプロール現象が起こっている町であり、 高い建物や目立つ建物はほとんどない。市内で最も高い建物は12階建て集合住宅であり、他に市の主要道路の一つであるユニバーシティドライブ沿いにある3つのオフィスビルを含め10階建て以上の建物が5棟ある。その他の高い建物はプレファード・イクスチェンジ・タワー、210タワー、バンク・オブ・アメリカ・センター及びブライア・アウッド・タワーである。 景観や看板に関して、コーラルリッチプロパティーズ社が、市のために厳格な法令を提案した。ボードゲーム、トリビアルパースートの初版にあった質問では、マクドナルドの市内1号店には、特徴ある、ゴールデンアーチがないことを取り上げていた。商業看板に関する規制、外部と装飾、屋根の材料、RV 車やボートの保管方法、及び景観に関する、 細かい規定がすべて強制されている。その結果、市内の不動産価値は、軍全体と比較して、著しく高くなっている。2006年、市内の一戸建て家屋の価格の中央値は41万5000ドルで、あるのに対し、軍内の中央値は32万3000ドルである。コーラルスプリングス中心街は現在大きな再開発計画が進行中であり、 その費用は7億ドルに近いと見積もられている。この計画は、市の中核を再活性化させるためのものであり、屋外型ショッピングと娯楽の中心としてザ、ザオークの建設で始まり、2007年4月にオープンしたワンチャウタープレイスの建設が続いた。これによって、再開発された中心街には、事務所、小売店及び、床面積約三百万平方フィートの新しい、 市政府センターが入り、また、約1000個の家屋と1軒の新しいホテルができた。コーラルスプリングス市の公園、レクリエーション部は、水上公園やスケート公園など50カ所以上の公園を運営しており、総面積は675エーカーに及んでいる。市内最大の公園は、面積70エーカーのマリンズ公園である。市内にある、自然保護地域4カ所のうち、 最大のものは面積38エーカーのサンディリジサンクチュアリである。例年4月から9月は雨量が多く、1月と2月が最も少ない。1月と2月の平均降水量は2.8インチであり、6月は7.3インチである。ハリケーンシーズンは6月から11月であり、9月が最も発生確率の高い月である。 コーラルスプリングスの町ができてから最も強力なハリケーンは2005年のハリケーンウィルマであり、ハリケーンの目が市の真上を通過した。2004年から2005年にコーラルスプリングス市を襲った多くのハリケーンや暴風雨、特にハリケーンウィルマの結果として市内の時間カバー率は約3分の1にまで減少したと推計されている。以下は2006年の推計データである。 2000年時点で第一言語として英語を話すのは住民の74.64%である。その他の言語としてはスペイン語15.01%、フランス語系、クレオール語2.16%、ポルトガル語1.241%、フランス語1.09%及びイタリア語0.84%がある。2000年時点で市民の2.1%は ハイチ生まれだった。2.05%はコロンビア生まれ、1.72%はキューバ生まれだった。コーラルスプリングスは市政委員会、シティマネージャー方式を採用しており、市政委員会と呼ばれる立法府にすべての統治権を委ねている。市政委員会は5人の委員で構成され、そのうち1人が市長に、1人が副市長になる。市長と副市長は2年任期であり、 委員は4年任期である。選挙は無党派で行われ、候補者は特定政党の支持を表明してはならない。委員会の役割は、条例や決議案を可決すること、規制を採用すること、シティマネージャーを含め市職員を指名することである。市長は市政委員会の議長を務め、シティマネージャーは市政府の管理の長となり、すべての部局の管理に責任を持つ。 市政委員会は2週間おきに定期会合を開いている。2008年時点の市長はスコット・ジェイ・ブルックである。フロリダ州議会では上院の第32及び会員の第95、96、97選挙区に属している。連邦議会会員ではフロリダ州第19及び第22選挙区に属している2010年時点では すべて民主党議員が務めている。市内のバスは市政府が無料で運行している。地域交通はブロワード郡が運行している。最も近い空港は南東27マイルにあるフォートローダーデル、ハリウッド国際空港である。市内唯一の自動車専用道路はソーグラス・イクスプレスウェイであり、市の北縁と西縁を通っている。主要道路としてはアトランティックブールバード、 ユニバーシティドライブ及びサンプル道路がある。市内の医療はブロワード郡健康管理地区が管轄し200床のコーラルスプリングス医療センターがある。この病院は健康管理組織認定共同委員会から100点満点の99点の評価を受け調査対象9000。市の浄水は南フロリダの主要浄水源であるビスケーン、大水槽から供給されている。 市内にはコーラルスプリングス市水道地区、コーラルスプリングス改良地区、ノーススプリングス改良地区及びロイヤルユーティリティという4つの水道管理地区がある。南フロリダ水管理地区が地元住民に対して洪水制御と浄水供給制御、渇水対策制御を行い、必要な時は給水制限を割り当てている。一般ゴミの収集と廃棄は ウェイストマネジメント社が行っている。電力はフロリダパワーライト社が配電している。コーラルスクエア16歳以上の住民の中で72.6%は労働力である。このうち95%が非雇用者、5%が失業者である。39.5%は管理、専門職とこれに関連する職。32.9%は販売、事務職。 12.8%はサービス業7.6%は建設石油屈作保守業7%は製造運輸物流業0.1%が農業漁業林業に携わっている分野を見ると17.6%は教育医療及び社会事業16.1%は小売業労働者のセントは 民間部門で働いており、9.6%が政府、5%が自営業、0.3%は無給家庭内労働者である。通勤用手段は81.5%が自家用車と圧倒的に多く、11.2%はカープールを利用し、7.4%がその他の手段を使っている。格付け会社、フィッチ、ムーディーズ、 およびスタンダードプアーズのレーティングスでは、コーラルスプリングス司祭を AAA に信用格付けしている。スタンダードプアーズは2004年の報告書で、活発な地域経済で、水準以上の裕福さがあり、常に失業率が低いとしており、市の管理状態を称賛した。2004年、市の工業と商業の基盤は、市の評価額の24%を構成しており、 10年前よりも50%上昇した。市の課税率は3.8715ミルであり、ブロワード群の人口7万人以上の都市では最低である。コーラルスプリングス市は、その管理の優秀さで、フロリダ州スターリング賞を2回受けた。ファーストデータとアライアンスエンタテインメントの2社が、市内企業パークに事務所を構える最大企業である。アブアセアブラウン・ボベリト、 ロイヤルプラスティックグループも系列企業の本社を置いている。市内最大のショッピングセンターはコーラルスクエアであり、1984年開業、売り場床面積94万5000平方フィート、120点以上の小売店は入っている。プレファードエクスチェンジタワーが市内で最も高いオフィスビルであり、10階建て、床面積20万3000平方フィートである。 アメリカ合衆国国勢調査局が行った2005年、アメリカのコミュニティ調査によれば、コーラルスプリングス市の25歳以上の成人の39.2%は、学士号を持っており、全国平均の27.2%より、かなり高い。また91.7%は高校を卒業しており、これも、全国平均の84.2%より高い。2006年時点で、 市内には29,900人の児童、生徒がいた。3つあるチャータースクールも初等教育と中等教育を提供している。高等教育機関としてはバリー大学。公立の初等、中等教育はブロワード郡公立学校教育地区が管轄している。この教育学区は市内の高校3校、中学校4校、及び小学校12校を運営している。 ランブルウッド小学校は2006年にその成果に、対してフロリダ州スターリング賞を受賞した。2008年、フロリダ州教育省は、フロリダ州包括的理解度試験の結果をもとに、コーラルスプリングス高校を除く、市内のすべての公立学校をグレード A、表彰した。コーラルスプリングス高校はグレード B だった。2009年の同試験でも1校を除き前、小学校、 中学校、チャータースクールがグレード A だった。ブロワードコミュニティ、チャータースクールに校のみがグレード B だった。コーラルスプリングスユースサッカーリーグの試合、サイプレス公園コーラルスプリングスには、プロスポーツのチームはないが、25以上のアマチュアスポーツのリーグがある。コーラルスプリングスユースサッカーは2006年のシーズンでは、年齢と性別で分けた20のリーグに284。 チーム3300人の選手がいる。ホンダクラシックゴルフトーナメントが1984年から1991年と1996年に TPC アットイーグルテラスで続いて1997年から2002年には TPC アットヘロンベイで開催された。短期間ではあったが、ユナイテッドサッカーリーグに所属したプロのサッカークラブ、 コーラルスプリングスキックズが死を本拠にしていた。地域のスポーツプレックスには、ジョギング道路、水泳場、テニスコート、アイスリンク及びドッグランがある。NHL に所属するアイスホッケーのフロリナパンサーズは、スポーツプレックスの一部である、インクレディブルアイスで、ホームゲームを行いまた練習の多くも行っている。男子プロテニス協会のインターナショナルシリーズ男子、テニストーナメントである。 国際テニス選手権が1993年から1998年までスポーツプレックスで開催された。コーラルスプリングス出身のスポーツ選手にはメジャーリーグサッカーのスティーブン・ハーズマン、NFL アメリカンフットボールのダンモーガン、トットワイナー、ダリアス、バトラー、スティーブ・ハッチンソン及びコディ・ブラウンがいる。NCWA 全米大学体育協会の選手としては 陸上競技短距離走のウォルター・ディックス、フロリダ・アトランティック大学野球のロビー・ウィドランスキー、及びノートルダム大学アメリカンフットボールのサム・ヤングがいる。2008年北京オリンピックに出場し、コーラル・スプリングス出身、または在住の選手としては、ビーチバレーで金メダルのミスティメートレーナー、水泳で銀メダルのダラ・トーレス、および 短距離層で銅メダルのウォルター・ディックスがいる。コーラル・スプリングスは全米で20番目に大きなラジオ市場であり、7番目に大きなテレビ市場であるマイアミ・フォートローダーデる、ハリウッドメディア市場に属している。主要な日刊誌はサンセットラインとザ・マイアミ・ヘラルドであり、スペイン語版ではエル・センティネルとエル・ヌエボ・ヘラルドがある。市内ではコーラス・スプリングス・フォーラムと パワータウンニューズという二つの週刊新聞も発行されている。どちらも地元の問題や人情話を掲載している。コーラススプリングスフォーラムは1971年に地元の高校生が創刊し、その卒業後には住民に販売された。後にその会社はトリビューン社の系列であるサウスフロリダサンセンティネルの発行者になった。 コーラススプリングス芸術センターは1990年に開館した。当初は体育館として計画され、1996年に400万ドルをかけた改装が行われて1471席の劇場になった。この劇場ではポピュラーショーや毎年のブロードウェイシリーズが公演されている。床面積8000平方フィートのコーラススプリングス美術館は 多くの商店次会を開催し、地元社会の美術教室やプログラムに力を入れている。市内には、ブロアード群全体の図書館システムに属する公共図書館である、ノースウェスト地域図書館がある。バンドのニューファウンド・グローリーは、コーラス・スプリングス出身であり、市内で結成された。屋根付橋、市内初の高級的建築物。 アワータウン祭りは1979年以降、継続して開催されている。最初は、コーラススプリングス商工会議所が講演し、1997年以降は、ヒエリ団体が進行している。この祭りでは、自動車ショー、ミスコンテストが開催され、遊園地の乗り物が出る。1984年には10万人以上、1990年には20万人以上の、 観客を集めた。1985年にはパレードが追加され、1994年以降は、クリスマスシーズンの別の行事に移された。その他に、ヒスパニック系の文化を祝う、フィエスタ・コーラス・スプリングスや芸術祭など1年中祭りが開催されている。1988年7月10日、コーラス・スプリングス市制25周年記念パーティーでは、 最大のハンバーガーとミルク世紀でギネスワールドレコーズができた。最大のハンバーガーは直径26フィート重さ5063ポンドだった。この記録は1年間以上も続いた。コーラルスプリングスにはフロリダ州の歴史史跡に指定されるところが2箇所ある。屋根付け橋は1964年に建設された時に市内初の高級的建築物になった。 長さ40フィートの構成橋であり、フロリダ州では唯一公的な通行権がある屋根付け橋である。アメリカンスナフ社がこの構造を古びて見せるために、橋の側面に2つの歴史的なデザインを施した。この屋根付け橋はコーラルスプリングス市の市場にも取り入れられている。コーラルスプリングス歴史博物館は不動産、販売事務所として始まった。 地域の外に建設されていた一室の木造建築は市内に移転されて最初の管理ビルになった。後に初代警察署として使われ、次に国際青年会議所青年会議所のクラブハウスになった。1976年に市のゴミ捨て場に移され消防署の煙捜査の訓練所として使われ T。い、失火によって焼けた後市民の要請で再建のために マリンズ公園に移されることになった。1978年以降は市の歴史博物館になっている。展示物は市の歴史的遺品や模型である。ありがとうございます。